キャッチャーだ。もっと悪くね。メガオキメガ、はい。マゲさん。いや。はい。ね。ああ。ピッチャーが。はい。ということで、ピッチングか。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと今更なんですけど、キャプテンお名前をお願いします。山岡レイト。山岡レイト君、はい、はい、ナイピッチングでした。ありがとうございます。いやー、今日の調子はどうでした？まあ、痛めつきでしまった。違う違う、俺がね、ちゃんと取れないのがいけないからね。スピンが多くて、伸びがね、なんか低めのボールでもクイッとくるボールだったので、勝負するかなと思ってたのが勝負しなかったりとか、逆にあの真ん中ぐらいのボールがちょっと高く感じちゃうぐらいスピンがいい、伸びがいいっていうのがあるんで、まだ2年生ですよね。はい、で、120ちょい出るんでしょ。まあ、多分でしょ。はい。自信持てて。まあなんでね、今回はすごい楽しみだなって。キャプテンなんで、さっきもすごい声出してチーム盛り上げてたんで、どんどん盛り上げてください。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、はい、ありがとうございます。いいね。はい、どうも。クロスファイヤーがえぐい。出た。おお。おお、やばいやばいやばい、今のえぐい、今のえぐい。今のえぐい。え、はい。あげそう。あげそう。角度ありますね。これファイヤーか。はい。だ。はい。おい。おい、やばい。分かってても多分怖い。は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 い、ありがとうございました。すみません、あのピッチングなんですけど、お名前をお願いします。あ、池林凛太郎です。池林凛太郎君、はい、ありがとうございます。ナイピッチングでした。ありがとうございます。いや、左でね、角度があってすごい、あの全部全球インコース構えてたんだけど、で、スライダーも縦スラだよね、どちらかというと。あ、まあ、はい、そうです。うん、あのクイッとくるから、あの取ってる方も初取りだとちょっと難しいなっていうような、キレのあるいいスライダー投げたし、まっすぐももちろんね、で、ちょっとムービングする球もあったしで、めちゃくちゃいいピッチャーですね。ありがとうございます。だから受けてて大丈夫だった。下手じゃない。気使わせてる。まあ、どういうピッチャーになりたいとかっていうのがあれば。あ、まあそうですね。まあ前までちょっとあんまりコントロールが良くなかったんで。そうかな。結構良かったけどね。はい、まあ、あの結構練習してきたんで、もっとよ上を目指せるよね。はいはいはい。ね、まだ中二？はい、中学。うん。まあ来年もあるし、高校もあるし、どん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 野球人生続いていくと思うので。貴重な左利き、貴重な左ピッチャーとして頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
香川1球目、えい、スタートボール、香川3球目、できんの、すごい。今の外れてるけど、棒に1個分外れてるだけで、ね。多分手出しますね。出した。そう、いっちゃう。ちょっとシュート前でしたよね。シュートしたの、ちょっと。いいね、今のいい。シュートして落ちたから、ちょっといい。かっこいい。かっこいい、かっこいい。やばい来ると思った、来ると思ったよ、こっちに。はい。おい、いいな。おい、使える。いいぞ。いいよ。最後。あれ。いいです、前です。はい。いいよ。で、何よりびっくりしたのがツーシーム。いやー、だって今日初めて投げたんですよ。今日初めてです。えげつねえ、マジで。クイッての曲がるから、でもしかも1球目で曲がるって分かったから横取りやめたよねっていう縦取りにして親指死なないようにして。いやー、もう本当にあのツーシームはびっくりした。本当に素晴らしいの一言。来年から高校生、今受験勉強中だもんね。はい、じゃあ勉強頑張って。はい、まずはね、まずは今後どういうピッチャーになりたいとか、高校でどういう選手になりたいとかっていうのがあれば。150キロ目指して。おお、いや出るぜマジで。160目指せよじゃあね、それにしてはまだちょっと細いもんね。はい、たくさん食べてもらって。お前あげるなって。え、もう俺もあげるで。俺今120キロ目指してんだから。体重60キロ目指してんだから今。野球楽しんで成長していってください。はい、ありがとうございました。ラビッツでした。ありがとうございます。
ンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。